はい、こんにちは、かけみなです。台車のレンタカー来ました。50プリウスです。今日はあいにくの雨なので、ちょっとエクステリアの方はまた後日紹介いたします。今日は初めてのハイブリッド車っていう動画で、ご了承のほどお願いいたします。まずハイブリッド車なんですけれども、初めてなんですよ。なので一番最初エンジンかけるとき教えてもらわないと湯をかけませんでした。それとあとこのミッションですよね、意味が分からず、どうしたらドライブになるのかとかも詳しく教えていただきました。まずですね、エンジンのかけ方なんですけれども、WRX の風で考えるとちょっと不思議で、ブレーキ踏むじゃないですか。このパワー入れるんですよ。これで一応もうエンジンスタートというかシステムが起動ですよね。もうモーターで走って、そのエンジンも途中でかかるっていう形になってるんですよ。それでパーキングの解除ですよね。あ、じゃあサイドブレーキの解除。ETC カードが存在されていません。これで ETC、パーキングブレーキの解除ですね。それで、パーキングを自動で切れるんかな、ニュートラルにしたら。あ、そうですね、これでニュートラルで、これでドライブです。ちょっと分かりにくいんですけれども、あそこにちゃんと出てて、バックにするときはこうして、これでバックですね。これ最近っていうか今日2回間違えました。なんか知らんけど前進めね、変な思ったらバックに入っててそれで、エンジンブレーキはこう普通にこうすると B って出てブレーキに入るみたいです。もう一回押すと解除かな。あれ、解除になれへん、なんで。ちょっと運転一緒に見てください。まあまあ走るんですよ。昨日でも43号線回運転してたらすぐにもう60キロ出るみたいな。でカーブでもかなり踏ん張るんですよ。ほら、結構踏ん張るみたいな。ほんでなんか 変な介入が入るみたいな。なんか誰が操作してんのみたいな、なんか外からこう車をこうググって動かされてるみたいな感じがして面白いです、すごく。ほら、コンコンコンってなるんですよ、ブレーキ踏むと。ただまあよう走るから言うて、その WRX に勝てるのか言ったらそうでもないんですけど、手足だけやったらやっぱモーターパワーってすごいので、なかなかすごい鋭い手足見せてくれます。もうちょっとしたら止まるんですけど、コンコンブレーキですね。コツコツブレーキでしたっけ。やっぱりあれですよね、オートマチックって楽ですよね。こう手をここに置いて運転できるから肩が凝らないというか、なんか楽です、すごく。ほら、絶対コツンってなるんですよね。であとはその車庫入れ、後でちょっと一緒に見てもらいたいんですけども、車庫入れがすごいやりにくいです。思った以上にモーターパワーが鋭いから、こうブレーキ離しただけでグッて進んじゃうんですよ。だからちょっと怖いですね、そのギリギリで止めるところがその微妙に難しいみたいな。下手したら左足、あ、ちゃうわ、あ、そっか、左足ブレーキでも同じなんですよね。もうちょっといたら松島新地です。ちょっとくるっと回って帰ってきましょう。よう走るんですよ、ほんま。燃費もいいし、25.1 ってありえへんですよね。WRX やったら何歩ぐらいやろ、アベレージ。だいたい良くて10ですよね。悪かったら6とか。
広っ。なんだなシャーバーはね、すごい掴みやすいです。すごいいい車なんですけれども、その微妙なところですよね。そのこうギリギリに車止め寄せないといけないところでは、もうちょっとモーターの力ソフトにしてもらいたいなっていう感じですかね。であとはやっぱり静かなので、学校の通学路とかはやっぱり子供さん気をつけてあげないと、こう車の前車来てんのが分からなくてバンと飛び出してくることが結構ありました。こういう感じで自転車の糸も気がつきにくいみたいな感じで、静かやからしゃあないですよね。やっぱ富士坪やったらみんなこう後ろ気にしてくれるみたいな感じで、ボボボボボボボって言うたら、それで今これ松島新地なんですけど、一周回ったら帰ってきましょう。日曜日やのに割に空いてる店が、ここメイン通りですね。であそこが、たこ焼き屋さんで、もう帰っちゃうと。ちょっとメインの通りもう店開いとったのですいません、通らずに迂回する形になっちゃって、でここが神社通りです。この先一時停止があります。あ、そっか、今4時やったら空いてるんすよね。とりあえず帰ります。さあ、それではちょっと車庫入れ、一緒に見てみてください。ちょっと前に出すとか、ちょっと後ろに下げたいとか、うわーすごい微妙にコントロールしにくいです。この先一時停止があります。これとまた違うからちょっと合てんのかなって最初思いますモーターがね、この辺の微妙なところですごい強すぎるんですよね。だから前キワキワまで詰めるときほんま怖いです。ハイブリッドって特に誤発進抑制っていうの絶対いりますよね。もうアクセル踏んだ瞬間モーターでバーンって飛んでいくように出るから危ないです。普通のガソリン車やったらそんなにボーンって出ないんですけど、どこ色てんねんみたいなこういう感じで
この辺がもうすごいやりにくいんですよね。そのこう力強すぎるっていうか、モーターがコンピューターが賢いっていうのかわからないんですけど、この辺ちょっと調節してほしいなっていう気もします。すごいいい車なので OK それでは簡単なんですが指令させていただきたいと思います。